したら下に膜を作る。どうも、ふつかよです。ここに吹き出物ができましたね。二十歳超えてできるニキビは全て吹き出物というので、ということで、ちょっとマジでテンションおかしいんですけど、今日はですね、あまりにも二日酔いでですね、今飲めそってはないので、トムシリーズやりたいと思います。トムライスをやります。トムライスって何って言ったら、トムライスの具なしバージョンですね。これね、いや、もう、本当うまいんですよ。いつも茶碗みたいなのはいいので、やってっていいですかね。お腹減ったんで早く食べたいので、なので、今回はトムライスです。リュウジのバズレシピ。材料はですね、ご飯、これ至高の白米の時に炊いたやつ。気になる方は至高の白米検索してください。卵が2つです。それだけです。具は甘えなので、それでめちゃくちゃ美味しいオムライス、キョムライスを作っていきます。やっていきたいと思います。ご飯をチンします。温めてる間に卵を割っていきましょう。やっぱ溶いていきます。はい、完全に溶いちゃいます。そしたらもうフライパンいきましょうか。フライパンを熱してください。そしてバター入れます。まずケチャップね、炒めます。あ、キョムリタンの時もやりましたね。炒めることによってすごくコクと甘みが増しますんで、結構入りますよ。これはこのままケチャップでご飯絡めてもいいんですけども、酸味が残っちゃって結構酸っぱいオムライスになっちゃうんですね。ここで、ケチャップを煮詰めて甘みと旨味をだけを残したい。こういうなんかペースト状になってくるんですね。もうそうしたら旨味がかなり出てますんで、ここにご飯を投下していきます。で、ここでね、キョムリタンの時はパスタにケチャップを絡めるだけだったんですけども、ご飯にはこれね、コンソメ入れます。これなんでコンソメ入れるかっていうと、美味しいからです。コンソメ小さじ3分の1入れます。コンソメの塩気と旨味を入れることによってキリッとした、旨味と塩味がつきますので、僕みたいな中年男性も美味しいね、ケチャップライスになります。で、ここはもう、これはもうご飯持ってくる。これがね、すごく美味しいんでね、これだけでも美味しい。そうするとケチャップを炒めたこのテフロンパンっていうのはご飯が全てケチャップを取ってくれるんで、もう一回洗う必要ないんですよ。これさっき溶いた卵なんですけども、ここに水大さじ1杯入れます。バター、卵をやるときには油重要、バター 5g と小さじ10の油で、よく熱する。フライパンがよく熱されたら弱火と中火の間ぐらいにします。こっからね、結構早いんで。そしたら下に膜を作る。膜を作ったらこう寄せます。こっちに、ね、寄せたらもう虚無なんで、ひっくり返さない。このままダイレクトにいきます。で、これはもうすごい半熟のスクランブルエッグになってるんで、もちろんケチャップだけでも美味しいんですけど、ケチャップ大さじ1と半分ぐらいね、小さじ半分のウスターソースね。ウスターソースが少し入ることによってコクと香りが増しますんで、こんな感じでございます。このソースをトロッとかけて、あればパセリでもあるとカッコつけますね。これが独身男性のリアルな昼飯。いただきます。うめえ。これ食うとオムライスです。すごい大事なのはケチャップと卵だったんだっていうのがよくわかる。この
トロトロの卵がうまいよね。うまい。何か食べてみろ。いただきます。早速いただきます。うまいっす。ルーいらなくないのにめちゃめちゃうまいっすよ。オムライスってさ、ご飯と卵とケチャップでいいんだよね。突き詰めたらそうってことっすよね。キョムシリーズって味の作り方の根本をやるから、うんうん、具なしでこの味になるんだっていうのを理解するとめちゃくちゃ応用が効くんだよね。そうっすね、うん、ここに追加するのは簡単なんだけど、研ぎ落としていくのはめちゃくちゃ、研ぎ落とした結果なんですよね。卵のご飯めちゃめちゃうまいっすもんね、うん、何をもってオムライスとするかっていう、だから哲学なんだよね。哲学なんか入ってなくても全然美味しいの作れるよ、うん、メッセージ性もこもってるんですよね、うん、これ。これさん、めちゃめちゃ良かったです。突っ込まないからね、ほんと誰も。これ一つ言っときますけども、あの飲食店とかで、あのトロトロに仕上げてパカッとポポッと乗せてナイフ入れてこうやるとすごく華やかじゃないですか。あれとこのスクランブルエッグ味同じですから。あれはできればかっこいいけど味はあの同じです、はい、なんで、家で食べるんであればああいうのはしなくていいです、はい、あの飲食店やる方はああやってやってください、はい、あの人に自慢した人がね、あれはああいう技術をあのその場で見せることによって、シェフの方々はお金もらっておりますので、家ではあのああいう技術をやる必要はないです、はい、でも飲食店やる人はああいう動画を参考にした方がいいです、はい、でもあれと同じぐらいのトロトロのスクランブルエッグ、これがうまいんだよね。